看准有不少民众喜欢用惠普本着色舒压，日本一间公司一次推出了500种颜色。色铅笔要多少颜色才够酷够炫？日本这间公司一口气推出500颜色。92年に作った時は、たまたまその時コロンブスのアメリカ大陸発見500周年ということもあって、500色にした。从木头、笔芯再到鸭子，主打原汁原味，全日本制造。不止色调缤纷丰富，方形笔管更具独特魅力。削っていく時にね、真ん中が六角形は削りやすいんですよ。今回のものは初めて作るし、でこの四角のこの縦にね、こう直角に切らないといけないから、こうカットする刃、それが特殊なものを作らないといけない。找出最适合的尺寸7.6厘米，颜色当然也是精心调配。色を出す時に何回も何回もやり直ししないで、こうやって塗って、で我々が出した色が出てる出てないというのを判断するんだ。想就色泽完美呈现，同时重视企业分工合作，但不找大公司，而是牵手小工厂。例えば芯を作る工場、それから木工をする工場、で色を塗る工場、このあとは履く、この名前をスタンプする工場、いろんなこう工程があって、それを一個一個がこう専門的な工場が一緒になって、一本の色鉛筆を作ってる。结合彼此专精的技术，打造独一无二的美丽色笔，就连配送方式也很不一样。一気に500色ポーンとね、もし渡せることができたとしても大きな感動かもしれないけど、一気で終わらすよりも、25ヶ月こう楽しんでもらうという、そういう考え方がまず一つあります。以不同主题每月配送，让惊喜延续长达2年多。透过创新行销和社群媒体曝光，看似普通不过的色铅笔也成了消费者眼中最幸福的绘画工具。新闻综合报道，谢谢您的收看，我们再会。